すっごいまがまがしい気配。考えただけで気が重い。頭が痛いよ。こんな盛大な夜に出くわすのっていつ以来だったかね。また温かく見守ってようと思ったけど、さすがに今回はそうもいかないかな。あっちの方か。よどみっていうか気配すっごいな。一体誰が何やってんのよ。もうめんどくさいな。アウド村じゃなくて恐ろしい。なんでもなく、なんだっけ、あのなんとかってグループのパラドクス。あれは多分ヤトの姫様じゃ。一緒にいるって噂のハイドキューンじゃ多分勝てない。そうなったら面倒だ。たくこういう気配を感じ取っちゃうってのもそんな体よね。あ、そういや刀はどこやったっけ。刀、あたしの可愛いあやめちゃんどこ。おお、あったあった。ねえ、あやめちゃんもあんなとこなんか行きたくないよね。面倒だよね。寝てたいよね。うん、わかる、わかるよ。行くしかないんだよね。ま、おせんべいも全部食べちゃったし、見たい番組もないから、暇つぶしと買い物ついでに出かけるとしましょうか。何や楽しそうなのが集まってる気配もあるし。その太刀、装束、お前か。え？お兄さん何言ってるわけ？まあその目はただものじゃないわよね。やっと、これだけでわかるだろう。ああ、うちの家系のこと知ってる人か。それならそうと早く言えってのよ。使命から逃げ、掟に背き、安穏と暮らすことを選んだお前らが今さらこっちの世界に何の用だ。何って、なんだかみんなが楽しそうにしてるから見に来ただけですよって。言っときますけどね、違反者とか裏切り者とか自分が生まれる前のことなんて言われても、そんなの私は全然知らないんだからね。過去に何があろうと私は私。あんたつまんないことに縛られすぎなんじゃない。だいたいさ、使命とか掟とかっていつの時代の話なのよ。時代は変わってるの。どんどん便利になってるの。ほら見て、スマートフォン。こないだ買ったの。あ、携帯って知ってる？スマホ。つまらないか。そう、つまんないよ。変革を恐れて今に固執するだけの人生なんかさ。そんな後ろ向きな連中はね、電波の届かない山奥にでも引きこもってるのがお似合い。そうかもしれん。よろしい。君の体にまとわりついたその重苦しい鎖、お姉さんが断ち切ってあげようではないか。身軽になれば考えも変わるさね。その格好って前にあった、誰だったっけ。トライアングルじゃなくソフトスライスじゃなくハムカスライスだっけ。リヒトクライスです。この真剣な場でふざけないでください。この地の守護者たる者、ここがうつろの夜の深淵、パラドクスの作り出した祭壇のすぐそばだということは、あなたほどのものになら分かっているはず。ごめんごめんって、本当覚えてなかったんだって。許してよ。若干呆れているだけで怒ってなどいません。それよりあなたがここにまで出向いてきた目的、
当然パラドックスの討伐だと見受けます。だとしたら共に巨悪を倒すため手を貸していただけないでしょうか。いやいや、討伐なんてそんな大層なことじゃないってば。ちょっと夜風が当たりに来ただけ。それに私は正義の味方じゃないからね。あんたたちに協力する義理もない。あなたの発言がどこまで本意なのか分かりません。しかしパラドックスを倒しこの夜を封じ終わらせる気がないのでしたら、たとえ守護者であるあなたとてこれより先へ進ませることはできません。怖い怖い。けどね、それはこっちだって同じこと。権限を乱用してあちこちでトラブルと一緒になって暴れてくれる、そんな旗迷惑なあんたたちには文句の一つも言いたかったんだ。そうですか。ならば不本意ですが、この夜の元の戦機に習い剣を交えるしかないようです。矢とのあり方に異を唱え離脱したあなたたちと再びこうして相まみえることになるとは残念でならない。いやいや、面白いよ。その勝負受けて立とうじゃないか。あんたのレイピアと私のアヤメちゃんとどっちが強いのか勝負だかねん。遠い昔にうちが矢とから離れるきっかけになったリヒトクライスさんがお相手か。運命っていうのは因果なもんだね。ほんと。まったく来訪者の多い夜ね。想像し、やっと大きいのが片付いたばかりだってのに。ようこそ光と闇の祭壇へ、物騒な来訪者さん。そこに倒れてるのがハイド君と、そっちがヤトのお姫様ってわけねえ。これって二人ともちゃんと生きてんのよね。失礼ね。あんたこの坊やたちの知り合い？この子たちとは目的が相反するから仲良くはできないけど、無意味に命まで取ったりしないわよ。まず仲間にならないかって聞いたくらい、その坊やとお姫様は私大好きなんだから。意外と常識的なのね。よかった、話ができそうないい人で。それに大化に捧げようっていう大事な供物、簡単に終わらせるわけないじゃない。終わらせるなら死よりも辛いこの世の地獄ってやつを見せてからよ。意外と非常識なのね。これ平和的な解決は無理そうだわ。さーて、で、麗しの剣士様はこれからどうするの？何が目的なのか知らないけど、そこの二人を連れて帰すわけにはいかないのよ。それともこのパラドクスを相手に少しでも勝算があるってのかしら。どうするかな。勝つのは問題ないけど、二人が目を覚まさないと連れて帰るの面倒だな。気に入らないわ、この私を前に。何なのその余裕。その手足串刺しにして標本みたいに貼り付けて死ぬほど後悔させてやるわ。うつろの夜、人心を曇らせ進む足をすくませる無名の蝶、闇夜の汁で灯火たる意志持たざる迷子が踏破をなせるほど浅い闇じゃ。自分自身を見失ってる今のお姉さんに勝ち目なんか一歩ないんだって。それじゃあ今夜最後の大仕事パーッとやっちゃおうかね。行くよあやめちゃん。バカな、リバースのベセルがこの私が。ベセルを貫いた、それでしばらくイグジスも扱えない。悪いこともできないでしょ。これに懲りたらおとなしくしてることだね。なんで
なんでなの。あんたみたいに強いのはこんな在野で野放しなんて。うちの家系はね、そこで倒れてる雇って人たちに縁があったらしいんだけど、そういう戦いとか宿命とか古臭いのが嫌で、そこから逃げてきた一族なんだってさ。立場も捨て、生活も捨て、全てを捨てて、今はあやめちゃんが残ってるだけ。私もそういう使命とかって話は嫌い。古臭いし面倒だし堅苦しいしね。知ってる？これスマートフォンって言うんだけど。知ってるわよ。ですよね。あ、それでね、まあそんなわけで、人って常に変わっていかなきゃいけないと思うのよ。私はこんないい加減なんだけどね、この辺一帯を守ろうって最低限のとこだけはご先祖様に申し訳が立つ程度には努めてるつもりなわけなんだ。だからこの土地、私の周囲で騒ぎを起こそうってんなら、誰が相手だって等しく切る。つまり私はお姉さんの敵でも宿の味方でもない。そこで寝たふりしてるお姫様にも後で伝えておいて。私はあんたの味方ってわけじゃない。面倒事がごめんってだけなんだ。それじゃあ今夜の騒動も収まったことだし、お開きにしましょうかね。じゃあね、お姉さん。もう物騒なこと企むのやめてよね。うつろの夜に何とか。古臭いしきたりってほんと面倒。ご先祖様方が逃げ出した気持ちもわかるってものよね。私には関係ない。なんてそのうち言ってもいられなくなるのかな。けど私は言わない。私は迷わない。この地の平和を乱すものは全て切る。お母さんあやめちゃんを受け取ったときにそう決めたんだ。さーって、面倒なイベントも終わり終わり。早く帰ってお風呂入ってね。やっと。おっと、その前にコンビニ寄っておせんべい買うのも忘れずにね。